ディスペンセーション主義は、神の人類に対する取り扱いの歴史が7つの時期に分割されるとする、キリスト教神学上の思想。この名称の由来は、救済史における一連のディスパンセーションについての理解から来ている。契約時期分割主義、典型士官、競輪主義とも言われる。ディスペンセーション主義と対局を成す見解に、契約神学がある。 ディスペンセーション進学が主張する七つの契約時期、天地創造からアダムとエヴァのエデンの園の追放までの時代。人間は無垢の状態で創造された。しかし、罪を犯した、結果、霊的な死、罪の知識、神からの交わりの喪失がもたらされ、エデンの園からアダムとエヴァが追放された時に、この時代は終わった。創世記三章七節から八章十九節までの、 洪水の前までの時代、善悪を知るようになった人間は、自分の良心に基づいて生きるように与えられていた神の知識に基づいて生きるように要求されていた。しかし、人間の邪悪さが極まったので、神は洪水によって人間を滅ぼすことになった。洪水後から神が人間を地の全面に散らされるまでの時代、人間は肉を食べることが許されるなど、 それまでとは違った生活が始まった。人間が神の権威に対抗してバベルの塔を建てたことによって神は人間の言語を混乱させて人間の文明はちりじりにされた。アブラハムの飯からモーセに立法が与えられた時までの時代。このディスペンセーションはイスラエル人だけのもので違法人は前の時代のままである。イスラエルにはアブラハムに掲示された。 神の約束を信じる責任が与えられた。モーセの立法が与えられた時からペンテコステのまでの時代。それまでイスラエルの民はモーセの立法に支配されていた。神の祝福はイスラエル人が立法に服従することを条件にしていた。しかし民は立法を破り偶像礼拝を行ったためにイスラエル王国は二つに分裂して北イスラエル王国は アッシリアに南ユダ王国はシンバビロニアへ補修になった。さらに、イスラエルはメシアとして来られたキリストを拒絶したので、神の裁きをもたらし、エルサレムは崩壊して、イスラエルの民は全世界に離散した。キリストの死と復活から始まって、現在も継続しており、軽挙で終わる時代。この時代には、人間に課せられた責任は、キリストを受け入れ、 精霊に導かれて歩むことである。救いは信仰のみによることが明白にされた時代である。恵みの時代はパウロが書簡を書き始めた時から始まったとするウルトラディスペンセーション主義と呼ばれる立場もある。キリストの再臨を持って始まる時代、地上における人間生活最後の千年間の時代。この時代にダビデに約束されたお国が建てられる。イスラエル国が回復して、 改心する千年の間、国々の長、また、最主の国として復活する。お国の時代における人間の責任は、主としてキリストに服従することである。この時代は、サタンが縛られ、悪霊どもの活動が阻止される。高木啓太によると、ディスペンセーションの重要性は、聖書を適用する際に必要性があると主張する。例えば、今の信仰者に対しては、 恵みの時代に生きる者に対して書かれた部分だけを直接適用すべきであり、他の時代に人々に当てて書かれた部分は、霊的教訓や原則を学ぶことはできても、それを直接引用することはできない。旧約聖書の教えが我々に当てはまると考えたり、キリストが工場外で言われたことは、立法の時代の教えであり、すべて恵みの時代に当てはまるということは間違った。 聖書解釈であると主張する。また、キリストが、悔い改めて、契約の民として、お国にふさわしい生き方をせよと言われたのは、お国の福音であり、恵みの福音とは区別される。首都パウロは、自分自身の使徒性を弁明する際に、自分自身を、違法人のための首都と呼んでいた。あるディスペンセーション主義者はこのことが、ディスペンセーション主義の根拠であるとしている。また、 ディスペンセーションの用語もパウロに遡ることができる。なぜなら、パウロは書簡の中で、ディスペンセーションという用語は最初に使われているからである。19世紀のイギリスでは、ディスペンセーションの進学が洗練され、各地に広がり始めた。その端緒を開いたのが、エドワード・アービングである。彼は、イエズス・カイシ、マヌエル・ラクンザの予言解釈を積極的に吸収し、 予言についての持論を多数表した。また、アービングは予言集会を組織するなどして、目視的公開の普及に努めた。そして、アービングの解釈は、プリマス・ブレザレンの人たちに受け入れられ、ジョンネル・スンダービーが、その有力な推進者となった。彼は、再臨が二つの段階からなると考えた。第一は、生徒たちの警挙で、観覧機が地上を荒廃させる前に、 教会が軽挙されるという説。第二段階は、観覧期の後で、キリストは生徒たちと一緒に見える状態で地上に現れ、彼らと共に支配されるという考えである。神の救いの計画は、一見の制約期に分割して、理解されるべきであることを強調した。なお、ディスペンセーション主義にとって千年紀前再隣説は、不可欠の要素であるが、千年紀前再隣説が、 ディスペンセーションに必然的に結びつくわけではないので、ディスペンセーション主義を採用せずに千年期前、再隣接を主張する進学者も、イギリスでは多数いた。南北戦争以降のアメリカでは、ディスペンセーションの考え方が急速に広まっていった。ブレザレンの伝道者、ヘンリモア・ハウス、ブラックストーン、エルエス・シェーファー、C.I. アイ・スコフィールドなどが推進した。特に、 C.I. スコフィールドのスコフィールド印象、仲介付き聖書がこの進学の普及に大きな役割を果たした。ムーディ聖書学院、ダラス神学校、グレース人学校などがこの進学に基づいて教育を行い、ディスペンセーション進学を支持する教職者を多数輩出した。ありがとうございます。